んにちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科橋本です。皆さんもこのような虫歯経験あるかと思いますが、上の前歯の真ん中の大きな2本の歯のになります。そしてミラーで反射させていますので歯の裏側を見ているという状態です。そうすると虫歯で歯が欠けてここに舌を入れると穴が開いているのが確認できるはずです。そして周りのところ、これは昔プラスチックが詰められていたレジンになります。こちらにもレジンが詰められています。このようにレジンを詰めた数年後、このような状態になり欠け、さらに虫歯がになり進むという現象が起こるわけです。つまり詰めれば詰めるほど、回数を重ねれば重ねるほど歯を失う確率が高くなるわけです。そしてこの状態で歯科に行けば当然レントゲンを取りましょうと言います。そして神経までかなり近くなっているわけですから、虫歯を取ると当然神経が出る確率がほとんど高いわけです。ですから説明としては、虫歯が神経まで行っています、虫歯を取らないとどんどん症状が進んで、早めにやった方がいいと言われます。そして麻酔をしなければできないと言われます。そして神経が出てしまったらそれを残す努力をしますが、その時におそらく神経を取る抜髄という処置になります。そうするとほとんどこの歯が脆くなりますので、そうすると全てかぶせた方がいいということで、ほとんど歯がなくなるということで歯の喪失に一歩また近づくわけです。患者さんとよく話をすると、やはり今痛くないということです。痛みがない、染みないということです。ですから私は神経を取る必要は全くないと思います。では虫歯をどうするかということになります。全て取ればそれは神経に穴が開くわけです。でも痛くないところまで取って、あとはしっかりと詰め直してあげるということで神経が保存できることがあります。それでは虫歯が残っていると、それ以上進むのではないかと皆さん心配しますから、でも実際この状態でも痛みないわけです。痛くて神経取ったのと痛くなくて神経取ったのはまた違うわけです。一日でも遅く神経取る日を遅くしてあげた方が歯としては長持ちします。私は神経が自然に死んでしまうまで最大限の努力をします。患者さんもそれを希望する方が多いわけです。ですから麻酔をせずにこれを、痛みのあるところは残しますが、痛みのないところは除去していきます。つまりここ虫歯の治療としては、虫歯を取って詰める、まあ、これだと前歯ですからレジンを詰めることしかないわけです。ではどこまで取るのか、どこまで残すのかということが必要なわけです。このように、古いレジンがありますが、こちらは削っても痛くないわけです。この時でもこのように少し削って離し、少し削って離しということで押し付けないということです。そして水を出して止めて、それの繰り返しをして、なるべく歯に刺激を与えないということです。虫歯を削ったら痛いということを皆さん思っていますが、虫歯自体は痛くないわけです。なぜ痛いのか、それは虫歯が進み、歯髄という神経が入っている組織がありますが、そちらが炎症を起こしたときに痛みが出るわけです。ですから虫歯自体は痛くないわけです。その先の歯髄炎になって初めて痛みが出るわけです。ですから虫歯を削っても痛くないわけです。今プラスチックですから当然痛くないんです。あとは痛いことをしないということです。それは暴力的にやったり、短時間で一気に削ろうとしないで、少しずつ少しずつ丁寧に虫歯を除去することが大切なわけです。顕微鏡があるから皆さんは削るのを最大限抑えてくれると思っていますが、そんなことはありません。いろんな治療の動画を私も見ますが、ほとんど削っています。皆さんが期待していることはほとんど、まあ、希望にかなわないということが現実だと思います。我々はどこが痛くて痛くないかは全く分かりません。分かるのは患者さんしかいないわけです。ですから患者さんの反応を見る、そして最大限その情報を得た上でしっかりと除去できるところは除去していくということになります。ですから麻酔を一切しないで、このように丁寧に除去していきます。
してその後はタービンというさっきの削るやつは終わり、そしてこのように先がちょっと曲がったスプーン状のものですが、これで虫歯と汚れをこのように除去していきます。一気に行くと神経まで到達する穴が開いてしまうので、そこの手前で止めるということが必要だと思います。ここは歯茎の下のところまで虫歯なので、このように触れると出血をします。エアーを今当てて水を流しながら乾燥させて、痛みのないように丁寧に行います。丁寧に行うことが自由診療だと思いますし、物を入れることは診療ではありませんので、その辺もしっかりと区別することです。大切なあなたの歯を守るために丁寧に行います。